これが俺の全財産です。嘘です。こんにちは、はじめしゃちょーです。まずこれなんですけども、まずこれが本当の札束だと思った人、のんのんのん。はい、こちら1万円札に見えて100万円札でございます。よく見ると鼻毛が出てるっていう。でこれ何かと言いますと、1万円が100枚、もしこれが1万円札だったら100枚分あるぐらいの札束なんで、まあ実質100万円分ぐらいだと言っても過言ではないでしょう。こういうちょっと偽物っぽい形をしたメモ帳になっております。一番下で3億5000万、3億6000万、7000、8000、9000、4億、4億1000、4億2000、4億3000、4億4000、4億5000、4億6000、4億7000、4億8000、4億8500万ですね。こちらにですね、4億8500万円分のメモ帳があります。本物ではありませんが、一度私はやってみたかった。あくまで僕はこれ本物の札束と見立てて、4億8500万円分のお金に見えるメモ帳を使って札束のお風呂に入ろうと思います。自己満です。で今回やりたいことは、まずその札束のお風呂に入ること、その札束に入っている割を見た後輩たちはどう思うのかっていう嫌でしょ。だってもしさ、来てさ、俺が札束のお風呂入ってたらどうする？静かに閉めますね、扉。いる？そんな僕が札束風呂に入ってて、もしそれを見た後輩は果たしてどう思うのか、ちょっとやっていきたいと思います。では行こう。ビニールから取るとなんかテカテカ感がなくなって、それこそ偽物感がすごいんですよね。中身は真っ白なんで、取るとちょっと偽物感がすごい出ちゃうんで、ビニールに入ったままの方がなんかすごいリアルなので、このまま行かせていただきます。では札束風呂に行くぞ。よし、運ぶぞよ。せーの。待って、そこ持つ、そこ持つ。やばい、全部俺に来た。何なんですかこれ。俺したんだ。待って、全部俺。お金の重みはやっぱ。待って、本当にどうするこれ。待って、当てやすい。いけよ。無理。カメラが。待って。大丈夫。俺ずっとよ。16時中持ってるか。あれ。どうする。というわけで無事下まで持ってきました。来る前に僕がなんとか札束のお風呂に入ってるシーンを作っちゃって、で僕が読みます。タオル取ってって言って入った瞬間、チラッと見えた、垣間見えた姿が札束に入る俺っていうセットでございます。ではセット。もしかしてこの人一日中ゲームしてたっけ？何？マジで？だってまだ大好きだよね。何の風呂入った？まさき！はい？バスタオル取って！多分右の方にあると思う。バスタオル取って。はい。多分置くところにあると思う。なんかいつも通りじゃねえか。入った感想を言わせていただきますと、すげえ痛いんだよね。だろうね、角とかやばそう。すごい痛い。見てほらもう、うわー、札でここだからね、もう